島ぐるみ闘争島ぐるみ闘争は1956年にアメリカ世政権下の沖縄で起きた大規模な軍用地をめぐる市民と米国民政府の間の闘争。1945年の沖縄戦で沖縄を占領したアメリカ軍はハーグ陸戦法規に基づき必要とする土地を占有していた。しかし1952年にサンフランシスコ講和条約が発効され、 戦時から平時に移行したため、土地使用について法的処置が必要になり、また、軍用地の地主から時代支払いの要求も高まってきた。それに並行して、これまで占有していなかった土地についても、新規に大規模な土地収容を開始して、軍用地を拡張していったため、地主を中心に反対運動が激化していった。琉球列島前国民政府は、軍用時代の 一括払い方式を行うことで、反永久的に使用する方針を示すが、立法院はこれに反対し、1954年4月30日に土地を守る4年則を決議した。その内容は次の通りであった。一括払い反対アメリカの軍用地買い上げ、または永久使用、借地料の一括支払いは行わないこと。適正保障から使用中の軍用地は、 住民の要求する相応の金額で一年ごとに支払うこと。損害賠償から合衆国軍隊による一切の損害は住民の要求する適正な賠償額で支払うこと。新規接収反対から合衆国軍隊が収容している土地で使用していない分はできるだけ早く返還し新たな土地の収容は絶対にしないこと。この決議と同時に行政府、立法院、 市町村会、土地連合会の4団体は4社協議会を組織し、米国民政府と交渉することとなった。4社協議会は6名の代表を選出し、直接米本国政府との交渉に乗り出した。4社協議会の代表団の要請に基づき、米海軍事委員会は、M プライスを委員長とする調査団を10月に沖縄へ派遣し、調査活動を行う。 この調査団が1956年に議会へ提出した報告書がプライス勧告である。6月7日、モアミン政長官はその骨子を公表したが、それは次のようなものであった。土地量の値上げを認める、不要な土地は返還する、軍用地は絶対所有権を確保して、土地代は一括払いとする新規接収は最小限にとどめる、その中に、 一括払い方式が明記されていたため、沖縄の世論は沸騰した。同日、立法院は緊急本会議を開催して、4原則貫徹を決定。日本国政府にも断固たる態度を要求した。行政主席の非可修平も4原則貫徹を誓う。また、土地連は6月14日に総会を開き、行政府、立法院、市町村長や、 議員などの総辞職で軍用地政策強行組織を提案した。翌6月15日、4社協は土地協提案通りに総辞職し、住民大会本土への代表派遣を決める。6月18日、4社協は4原則貫鉄本部を設置し、また民間16団体がこれを支持し住民の共闘組織結成を決める。6月20日、 プライス韓国全文が発表され、全沖縄64市町村のうち56で市町村住民大会が開かれる。こうして土地をめぐる島ぐるみの闘争が展開された。7月28日、那覇高校グラウンドで開催された4原則間鉄県民大会には約15万人が結集した。沖縄住民の島ぐるみ闘争に対抗して、米軍は中部地域に 軍関係者の民間地域への無期限立ち入り禁止を取った。これは、米軍人を顧客とする事業にとっては一種の経済封鎖となり、沖縄住民の側は情報を迫られる結果となった。1958年4月12日、ジェームス・イームーア高等弁務官は一括払い中止を公表する。また同年、大幅な土地用料の値上げが行われた。しかし一方で、 新規接種は黙認され、損害賠償は未解決であった。土地使用料は原則毎年払いとされたが、希望者には10年分前払いも認められた。同年12月末、立法院は関係法案を可決し、土地問題に決着がついた。島ぐるみ闘争の結果、米軍側は経済面で沖縄住民側に譲歩したが、土地の使用権が確立され、 その利用のルールが整備された。対する沖縄住民側は、政治的には、米軍側へ情報したが、時代の大幅引き上げに成功し、接収で受けた被害の保障が得られるようになった。また一定の情報を引き出すことに成功したことで、後の祖国復帰運動に、多大な影響を与えた。ありがとうございます。